タルスキンパニックマドックス01では、架空の兵器スレイブトルーパーマドックス01と並んで、現在主に自衛隊やアメリカ軍によって使用されている兵器が多数登場し、ドラマ上重要なプロップとして使用されている。ここでは62年9月に東富士演習場において実際に行われた陸上自衛隊総合火力演習のハイライトシーンと対比しながら、メタルスキンパニックの兵器解説を行う。74式戦車 105mm 砲を装備する現在の自衛隊の主力戦車である。日本の戦車技術のレベルを各国に見せつけた名戦車だが、配備から10年を過ぎ 120mm 砲が主流になってきた世界の新型戦車に対して非力さは隠せなくなってきた。そのためメタルスキンパニックの本編中では、マドックスの実戦テストのいわば標的としてソ連の T-72 に偽装されて登場する。この旧式化した74式に代わって現在陸上自衛隊が開発中なのが、西ドイツラインメタル社製の 120mm 砲や新型装甲を装備した TKX 戦車である。半自動装填装置を備えるこの戦車は、4年後から74式戦車に取って代わるべく開発が急がれている。なお本編中においては、夜の格納庫の脇に止まっていたり、タンクトレーラーによって輸送されたりと脇役的に登場している。ジープから発射される64式戦車誘導弾 MAT。 これは優先誘導ミサイルで、冒頭の戦闘でマドックスの右手についていた対戦車ミサイルも基本的には同一のものである。73式装甲車の 12.7mm 機関銃発射。本編中では新宿でアパッチヘリコプターに追われたマドックスの行く手を阻んでガードの下をブロックしているシーンでワンカットだけ登場している。ちなみに同じカットで一番左側を固めているのは、現在陸上自衛隊が開発中だと伝えられる新型歩兵戦闘車である。ジープを機外にホイストで吊るして軌道展開するバートル H46 ヘリコプター。その後ろからジープを機内に積んで現れたのは、陸上自衛隊が導入を始めた最大積載能力10トンを誇るタンデムローターの大型輸送ヘリ、ボーイングバートル CH47 チヌークである。本編中ではエリーが ST-005機を新宿まで輸送するのに、シコルスキー CH-53D 型輸送ヘリを使用するが、この機体は大きな積載能力に加えてその高速性能が特徴である。このことは映画エアポート75の中で、パイロットのいなくなったジャンボジェットにチャールトン・ヘストン扮する主人公が乗り移るため、このヘリを使用したことでも有名である。現代の地上作戦に欠かせない汎用兵器ヘリコプター、その中でも
現在特に注目を集めているのは陸戦の主役、戦車の天敵ともいえる攻撃ヘリコプターである。現在自衛隊が使用している AH-1S ヒューイコブラは、当対戦車ミサイルや 20mm ガトリング砲で完全武装したタンクキラーである。本編中ではこのヒューイコブラを超える AH-64 アパッチ対戦車ヘリが登場し、新宿でマドックスを追い詰め、ついにマドックスの自動反撃プログラムを目覚めさせてしまう。この AH-64 アパッチはレーザー照準のヘルファイヤー対戦車ミサイルを最大16発、さらに 30mm 機関砲、そして闇夜でも作戦可能なセンサーシステムを装備した正真正銘のタンクバスターである。各国の持てるテクノロジーを総結集して年々エスカレートしていく兵器開発競争はとどまるところを知らない。そう考えると、二足歩行するタンクバスターマドックスの存在も、あながちこのビデオの中だけのことだとは思えなくなってくるのではないだろうか。